ウェリガマは、スリランカの南部州、マータラ県の都市である。スリランカの南海岸に位置しており、シュートゴールから東に 30km、コロンボ首都圏からは南に 144km ほどの距離にある。ウェリガマとは、新原語で、砂地の村の意味で、その名の通り海岸沿いには広い砂浜が広がっている。主要産業は観光業と漁業である。ウェリガマは、 ビーチリゾートの地として知られており、小規模なホテルやゲストハウスが宿を提供している。ウェルガマで有名なのは、ストルトフィッシングと呼ばれる伝統的な長方とタップロベーンと呼ばれる小島である。タップロベーンには、イギリス植民地時代の白い邸宅が建っており、2013年現在では、ホテルとして使用されている。ウェルガマの住民は、シンハラ人、ムーア人、タミル人、 マレー人それにバーガー人から構成される。宗教についてもスリランカの主要な宗教であるイスラム教、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教いずれもが混在している。AB 地球の歩き方 D30 スリランカ2011から2012年版。ダイヤモンド社、ピアニッシモ。 162から164 ISBN 978から4から478041451ありがとうございます。